4年後に責任を持つ大学 IPU。 夢を実現する自分に出会える場所。やはり多くの人と関わるといったところが大切だと考えております。他の視点だったり、客観的に自分のことを見てくれる仲間、指導者であったりというところの人たちと多く関わることによって、自分っていうのを明確化できる。で、その自分の中でどこが強みで弱みでというところが明確化して、対策することができたと考えております。何をすべきかっていうのをまず考えて行動するということです。やっぱり自分の好きなものが必ず将来につながるかって言ったら、そういう保証はないと思うんですけども、何事もやっぱり好きなこととかやりたいことって追いかけてみないと、挑戦してみないと始まらないと思うので、何事も恐れずに前向きに挑戦してほしいなと思います。ニュージーランドと日本、2つの国で学べる大学。I'm really looking forward to going to New Zealand for my studying abroad. I'm currently working hard on having a relationship with international students who are at IPU Japan. I can learn not only languages but also multicultural information, so I get lots of knowledge for my studying abroad. さらに、2025年春、IPU 東京キャンパス誕生。新設の国際経済経営学科でビジネス、情報システム、ホスピタリティを世界規模で学び、国内外で広く活躍できる人材の育成を目指します。4年後に責任を持つ大学 IPU。環太平洋圏の大学間で海を越え国を越えて単位互換を可能にする国際教育ネットワークを構築する。それが IPU 環太平洋大学構想です。1990年、 IPU 構想のファーストステージとして IPU ニュージーランド開学。以来、真の国際大学としてニュージーランド政府から最高評価のカテゴリー1を獲得。学びのステージは海を越え、その夢の翼を大きく広げます。今日、2007年4月1日、環太平洋大学の開学を宣言いたします。おはじき場から人々が集い、学生たちと先生方が集い、そして前を向いて夢をかけて走れるような日本でどこにもないような学校を作れと言われたことに、私は納得しておりますので、その責任は何としても果たせたいと思っています。体育会のみならず、教員採用、そして就職に強い大学として大きな注目を集める IPU。 太平洋をキャンパスに、時代のグローバルスタンダードを目指す IPU環太平洋大学。そのステージが今広がります。IPU の産学部6学科、学生一人一人を夢実現へと導きます。
現代経営学科。現代経営学科では即戦力企業人を育成、知識の習得にとどまらず実体験の機会を豊富に設置し、考え抜く力を育みます。東京サテライトスタジオを活用したメディア講義では、最前線の企業人から生きた知識を学びます。ニュージーランドキャンパスへの中期・長期留学も可能です。語学のみならず世界を肌で知る貴重な機会となっています。子ども発達学科。疲れるだけでなくきちんと伸ばせる先生。月に一度学内で開催するワクワクキッズ広場や学生主体のイベントで実践力を育成。そして2024年東岡山 IPU 子ども園が開園。 IPU 制の学びのフィールドが広がります。教育経営学科。教育現場を意識した実践で子どもたちや保護者に求められる教育者へ。現在の教育現場を熟知した教師陣が徹底指導。子ども一人一人と向き合える小学校教員。またニュージーランド留学で国際的な視野を持つ英語力、英語指導力の高い教員を養成します。新設の競技スポーツ科学科では、最先端テクノロジーでスポーツを科学。科学的知識と専門的スキルでパフォーマンスの限界に挑戦し、トップアスリートとそれを支えるサイエンティストを育成します。体育学科。体育学科では豊かな人間性と幅広い教養を土台に、スポーツを通して地域貢献できる人材を育成。一流指導者からコーチングなどを学び、体育教員、公務員、スポーツ指導員を目指します。健康科学科。スポーツと健康を医学的側面からサポートできる柔道整復師、トレーナーに。国家資格である柔道整復師をはじめ、多岐にわたるスポーツ関連資格の取得も可能です。IPU の大きな特色、それはニュージーランドキャンパスへの留学です。Even though he is a high school dropout, he is 18 and even small kids know that they have to pay for something at a shop. 英語を母国語としない学生のための大学として1990年に開学。その独自の英語教育は他に類を見ない成果を上げています。 IPU New Zealand is really good place to take a first step to live in a multicultural environment. If you really want to study abroad but not sure about your English skills,Then IPU is one of the best option. 日本のどこにもない大学 IPU。 ここにしかない学びのステージが魅力です。歌やダンスのワークショップを中心とした表現教育トライアル。子どもたちが本来持っている輝きを引き出すプログラムとして今大きな注目を集めています。
教育者になる、タフな国際人となる、スポーツを極める、同じ目標を持つ仲間だからこそ生まれる絆が IPU にはあります。充実の施設が IPU 生の夢実現をあらゆる面からサポートします。トレーニングジム、柔道場、剣道場などを有するアスリートホールトップガン、競技ごとの専用グラウンドなど日本屈指のスポーツ施設をはじめ、 IPU 生の活躍を支える学びのフィールドがここにあります。スポーツ科学センターインスパイアでは、最新設備を駆使しアスリートの心技体を科学的アプローチで研究します。ディスカバリーは非認知能力養成のステージです。最新機能を備えたプレゼンテーションラボなど、現代の企業人、教育者に必要とされるスキルを育みます。 So I agree, like I don't... Did I have outcome result?IPU では学生一人一人の夢実現のため、1年次から段階的にキャリア支援を行っています。初年次教育部では、希望する進路に必要な非認知能力の育成と論理的思考方法を習得。大学生活全般を支援するのがメンター制度。選ばれしメンター、現場経験豊富な教員や体育会監督らが良き相談者として、一人一人の成長する力を引き出します。フレッシュマンセミナーでは、目標とする進路に向けての心構えや土台作り、そしてやればできるの魔法の授業基礎ゼミ、2年次後期以降の専門教育に必要となる基礎固めの役割を担います。学力、討論、プレゼンテーション力の習得をはじめ、現場見学や訪問実習など実践の機会も豊富です。2年次後期からは進路に合わせ万全のバックアップ体制が用意されています。教員になる夢をサポートする教職支援室、3つの分室、実際の教育現場と教員採用を知り尽くしたスタッフが模擬授業、面接、小論文などを徹底指導。今現場で求められている教師を育成します。精鋭メンバーで構成された大使会の活動とも連動し、開学以来教員採用試験でも大きな成果を上げています。とても支援が手厚いということを私も改めて実感しました。サポートしてくれる先生の人数も多いですし、一人に費やしてくださる時間もとても多いなというふうに感じました。来年から小学校の先生になるので、先生方への恩返しの気持ちも込めて一生懸命頑張りたいと思います。幼稚園、保育園への就職をサポートするのが教職支援室、養護施設分室。一次試験、二次試験対策はもちろんのこと、ボランティア、斡旋などを通じ学生の夢実現へと導きます。行き詰まった時も優しく笑顔で迎え入れてくださったり、本当にありがとうございました。失敗することがすごい怖い時もあったんですけど、でも失敗しないと何も始まらなかったりしたので、挑戦する大切さを学びました。警察官、消防士など公務員への採用をサポートするのが公務員就職支援室です。一番最初にありがとうの気持ちを伝えたいです。授業であったり面接対策もとても役に立ちました。税金についての知識をきちんとつけて、
ゆくゆくはこう国税庁の方へ、まあ行ってみたり、もしくは税務署開いてみたりしたいなと思っています。一般企業への道は企業と就職支援室がバックアップします。この大学に入ってたくさんのことに挑戦してきたんですけど、オープンキャンパスのスタッフだったりとか、学業と部活以外のことにも挑戦することが後々自分の強みになるかなっていうふうには思います。柔道整復師になるための精鋭勉強会研士会は、国家試験合格を万全の体制でサポートします。まずは整骨院で技術とか知識を磨いていくっていうところなんですけど、まあ、いずれはプロのバスケットボールチームのトレーナーとして活躍したいなっていうふうに思ってます。これから先生から教えてもらったこと、その知識だけじゃなくて人として教えていただいたことを生かして頑張りたいと思います。また東京、大阪、福岡へのバスツアーで企業説明会などにも参加、就職に強い大学 IPU のさらなる躍進へとつながっています。挑戦してきた日々は本当に私にとってかけがえのないものになりました。自分たちがこれから必要とする資質をしっかり磨き上げようとして先生方は指導してくださいました。教わってきたことはたくさんあります。しなやかな心、強い心を持ってどんなことにも負けずに、環太平洋大学の卒業生として誇りを持ってこれからの人生を歩んでいきます。生涯の友、そして生涯の師との出会いがここにあります。自らに誇れるものをつかみ取り、それを育む。 IPU は今の社会に求められる教育を追求し、環太平洋の明日を担う人材を育成します。コーチとして戻らせてもらって、夢でもあったので充実した毎日を過ごしています。同じサッカー部で教員志望の人たちと朝6時から夜10時まで創志学館で勉強したっていうやっぱりこともあったりして、今でもそういうふうに情報を共有しながらやってって、僕自身もすごくためになっていますし、そこの場とか環境をやっぱり作ってくださったこうあの IPU にもすごくこうやっぱり感謝しています。小学校4年生ぐらいの頃に事故で救急搬送された経験があって、その際に助けを求めている人の最前線で働けるっていう消防士という職業に憧れを抱いて志すようになりました。司会はもうすごくためになりました。公務員講座だけじゃなくて普通の勉強時間だとかいろいろ気にかけて声をかけていただいて、やっぱり感謝しかないですね。高校生の時ってすごくマイナス思考で人前に立ってお話ししたりとかすごく苦手だったんですが、まあ、大学でいろんな活動を経験していく中でそういったことも実はできることだったんだって、まあ、そういった自信が社会人生活につながっていると思うので、まあ、どんなことも挑戦して取り組んでいけばきっと目標は見つけられると思うし、その目標を叶えられるんじゃないかなと思います。大学を経たからこそ得られた人脈っていうのもありますし、出会えた仲間もいたので、そういった面であの社会に出てからすごい助けられている部分も多いので、今となってはすごくいい4年間だったなと振り返ってみて思っています。まあ、ちゃんとした目標とか夢とかっていうのが
実際高校生の時はなくて、そういう子も多いと思うんですけど、一つ一つ一日一日を大事にしてたら、まあ、結果的にこう今阪神タイガースっていうユニフォームも着れてるので、やっぱりその日々の積み重ねかなっていうふうに思います。IPU 構想セカンドステージ、インターナショナルパシフィックユニバーシティ、環太平洋大学、その翼は今海を越え世界に広がります。ここにしかないもの、ここでしかできないこと、夢を実現する自分に出会える、それが IPU 環太平洋大学です。